股のところが破れてきたので修理に出してきます。こんだけしか破れてないんですけど、股のところはね、破れ出すとダサいんで早めにね修理出してきます。And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. ステッチが分かりやすい。そうなんです。ステッチホワイトなんです。可愛いです。これはめちゃめちゃもう普通に履くだけで十分します。ティムの履いてくださっているドライセルビッチよりもおそらくすごくエイジング綺麗にしていくと思いますね。バンブーっていうのもまあ似たようなことなんです。バンブーに関しては竹です。竹？竹です。 17% 竹が入ってます。ですごいなんか生地の感じが、これだって何にも洗ってないんですよね。竹を組み込んで編んでるので、ちょっと触っていただくとチクチクするんですよ。なんですけど、竹のやっぱ性質としてしなやかさっていうのがあるので、生地めちゃめちゃ薄いんですよ。触ってもらうと分かると思うんですけど、生地の薄さに対して強度がやっぱり竹が入ってることで高いんですね。何オンスぐらいなんですか？7オンスです。7オンスそれは軽いじゃん。でも一応セルビッチですもんね。セルビッチです。なのでセルビッチの概念として、セルビッチだから重いとかっていうのは難しくて、セルビッチって旧式のお肉で手織りだからセルビッチじゃないですか。その密度の高さだったりとか、その糸の番手とかのその兼ね合いによって重さって変わってくるので、でなんかヘビーオンスとかはセルビッチが多いですよね。あ、でも多いですね。やっぱり密度高く織らないと重さって出ないので、必然的に重さがあるものはやっぱりセルビッチになりますね。例えば、通常のセルビッチじゃないものとかで履き込んでいくと痛みの方が先に進行しちゃうんで、せっかく育てて深い跡つけようと思っても深い跡つけ途中で破れちゃったりするんですよ。なんですけど、セルビッチは密度高く編めるんで強度が高いんですね。なので履き込んで深い跡をつけても痛みが進行しにくいんで、こういう風に深い跡がつけるんです。あれですね、ストレッチ履いてるやつの割合も増えてきてますもんね。増えてきてますね。どうしてもストレッチコンのものは増えてきてるのと、ストレッチが入るとこの跡のつき方が変わるんですよ。こういう風に斜めにちゃんと線が入るんですよね。斜めにで深く跡がつくんですけど、私の今日違うスキニータイプとかになると、もっと真横に細かく線がついちゃうんで、なのでやっぱりある程度ストレッチが入ってない方がいいのと、ゆるいシルエットになればなるほどここの幅が大振りになるんですよ。ここが今これぐらいの幅がすごい緩くなるんですけど、その代わり緩いんで深く跡はつかないんですよね。肌に密着してないんで。なんで、ある程度細さがあって綿100でセルビッチが一番やっぱり育ちやすいです。育ちやすいですよね。そう、なんかヘビーオンスになりすぎても、ヘビーオンスってめっちゃここの幅広くなってきませんだろう。そうですね、ちょっと広くなっちゃうんで、ある程度のオンスでぐらいがベストですね。パワーストレッチって言って、ストレッチの質を高めて、その代わりパーセンテージを抑えめにしてるんです。これのここの白タグにも基本的に全てが書いてあるんですよ。これのテリーって書いてあるのがシルエットで、リンスツイルっていうのがカラー目です。これは 98% コットンで 2% がストレッチポリウレタンです。なんでこれで 2% しか入ってないんです。めっちゃ伸びる。これ履きやすい。そうなんですよ。お気に入りで履いてるよ。ありがとうございます。いや、しかしいいエイジングですね。賞もらったんだって。はい、もうこれはもうダントツで最高でしたね。コンテストをやらさせていただいて、結構僅差なんですけど、このタイミングは結構圧倒的でした。圧倒的でしたね。最近ミシン買おうかなって思い出して。すごいですね。今コンテストやってますよね。もうリペアですか？リペアのコンテストやってます。自分で愛着を持って育ててるデニムに愛着を持って自分で直してまた履いていただくっていうのを推奨してて、でそれでハッシュタグつけていただいて、この期間に投稿いただくと、一応リペアキットの申請だったりディスカウントチケットの発行だったりはしてます。かわいい。あ、これ俺の名前も出ちゃうから大丈夫。住所もバレる。個人情報ダダ漏れですね、これは。じゃあこんな感じで、こんな感じの書類書くと、正規品のヌーディジーンズであれば無償でお直しさせていただいてます。ただです。すごい。これで普通に修理出したら5000円とか取られますよね。取られますね。そう、俺この大きさで5000円取られましたね。じゃあ
チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。